はい、今回ですね、当社女性スタッフが東京ディズニーランドにですね、研修に行ってまいりまして、そこでのですね感想を、お伝えしたいと思いますけれども、ですね、今回今まで何回も行ってまして、直前は数年前に1回行ったらしいんですけども、それまでとはまあちょっと違った印象を受けたということで、まあ、詳しくその感想を聞いたんですけれども、今まではですねやはりちょっと派手なアトラクションとか、ディズニーのですねこのキャラクターが前面に出てるアトラクションなどに、興味があったみたいなんですが、今回は違ったそうです。で今回はですね、じゃあ何が一番気に入ったアトラクションだったかと言いますと、私から見たらですねちょっと一見地味な感じにも見えるんですけど、それがこの研修中でナンバーワンだったということなんですね。でそ の, けんあのアトラクションはと言いますと、 It's a small world、 こちらです。でご存知の方も、まあ、もちろんたくさんいらっしゃると思いますけど、ここが一番、まあ、癒されたというか感動したです。まあ、コンセプトとしてはですね、このアトラクションのコンセプトとしてはディズニーのホームページによりますと、世界中の子どもたちの歌声に包まれる世界で一番幸せな船旅ということになっています。で実際内容もですね、まあ、ボートに乗ってこう移動していきながら、まあ、ちっちゃなこう人形みたいなのもこのような形でショーを見ていくという形です。で世界中の子どもたちが各国の民族衣装で歌うですね、まあ、有名な小さな世界という歌ですよね。そのハーモニーを聴きながらボートはヨーロッパからアジア、アフリカ、そして中南米、南太平洋の島々へとですね世界一周をする幸福な旅へ出かけるということだそうです。で、まあ、この映像とか見てもですね、まあ、癒されるような感じはしますね。でただまあ今までに感じなかったことを感じたということは、やっぱりまあ年齢とかですね今の状況とかによってまあ感じることも変わってくるのかなという印象を受けました。だからまあディズニーは本当に何回行っても楽しいっていうのは、まあ、その感じ方のですね、変化、そういうのもいつ行ってもこう楽しいということでつながってくるんじゃないかなというのを思いました。はい、もうすでにですね次は12月に行こうということで、まあ、その女性スタッフ次の計画をもう練り始めております。まあ、たくさん商品ございますので、自分に合ったですね商品を選んでいただきたいと思っております。おすすめしておりますのでぜひご検討ください。であとすみません、最後にちょっと補足なんですけども、これ3日間行ったんですが、ディズニーだけは1日だったんですね。ディズニーはですね、それで、もう他の日は、まあ、いくつか他のところも、まあ、巡っているんですけども、その一つがですね、藤子 F 藤尾ミュージアム、いわゆるドラえもん関係ですね、この辺の、まあ、博物館じゃないですけどミュージアムというのがあります。で上り戸というところにありまして、まあ、電車で行きましてですね、そこから直行バスが出てます。10分間隔で、まあ、そこまで9分ということなんで近いですね。なので、面白いんじゃないかと思います。まあ、当然そのドラえもん の, その関係の絵とかですね、まあ、キャラクター、それからまあ関連のお土産などもたくさん、販売されてたりもするんですけれども、例えばこちらがですねドラえもんのいわゆる暗記パンですよね。食べたらそれ全部暗記してしまうという暗記パン、これが実際の暗記パンがここにレストランのメニューとしてありまして、こういう風な感じで子供さんとかも喜ばれるんじゃないかなと思います。ドラえもんとかはですね今大人もずっともう子供と共有できるようなコンテンツだと思いますので、そういうのもいいかなと思います。ぜひ、そちらもご検討ください。